テマンと言いながらたまには豪気でやると、あのこの人クッペ豪気ですから、そろそろええ加減にせえという圧がかかってきた可能性がありますね。そう、名前が迷子ですね。そうですね、完全に迷子。これは豪気マンと言われてもしょうがないところ。ああ蹴られちゃって、ザンク遠雷パンはしゃがみには痛い。さあこの組み合わせ基本的には豪気が泣いてるイメージが強いですが、さあサード界でも珍しくプレイヤーの名前がついてるこのテクニックというかザビシステムがありますからね。使えるシチュエーションに、あ、うまい、まあ、ちょっとなるかどうか。体力リードすれば見れますよ。そうだね、体力が負けてるとねシステム使えないので。お、これは当たんない、なるほど。ニブロまでぐらいはね追い打ちないけんないです、ね、あー引っかかっちゃった。あのメッパとかああいう系のやつ、初段がダメージが高いことが多いので、最初のやつだけブロって、うん、その後食らって安く済ますというのが、ちょっとテクメの対処法というか、1文字減りすぎでしょう。2発でこの減り。マジかよ。刃ついてますねこれ。びっくりだわ。これだと豪気もなかなかしんどそうだが、竜巻裏当て膠着状態から裏を狙っていく、投げて画面端ゲットですが、まあまあまあ、これはシステムっぽいですね。あ、無理。あのめく空中でめくるのは無理だよ、あれは。何あれ。さあ、いいくぐり。あー減る。さあどうする、もう投げも食らえません。あー遅らせ中大で台が引っかかりました。勝ったな剣王子。